遠くで音がする。これは夢？この人とホテルに行くなんて、覚えてないなんて言い訳できない。私のバカ。忘れなきゃ。だってもう二度と会うことはない人なんだから。変わらない一日が始まる。おはようございます。はい、おはよう。ここが私の部署、商品企画室。都心のビル群に本社を構える大手電機メーカーに勤めて7年目。何も変わらない私。開かなきゃいいのに。開いたし。おはようございます。おはよう。おはようございます。確認お願いします。もうすぐ来る。おはよう。江藤さん、昨日はお疲れ様。東条主任、おはようございます。声ふわする。昨日はごちそうさまでした。主任のお友達のお店すごく美味しかったです。また女子会とかで使ってやってよ。あいつも喜ぶよ。それとさ、ミオのことは秘密にね。あ、はい、もちろんです。いつもは一緒に部署のみんなで外に食べに行くけど、きっとダダ漏れだよね、主任への思い。明日の夜空いてる？仕事の後。え、夜ですか？友達がレストランやってるんだけど、行かない？紹介したいし。あ、空いてます。全然。よかった。じゃあ明日の夜8時に店の前で。場所はメールしておくね。嬉しすぎて眠れなくて。主任が先に部署出たのにおかしいな。江藤さん、待たせてごめん。いえ、全然。彼女の上がりが長引いてしまって。知ってるよね、うちの受付の。堀内美代です。お会いできて光栄です。その後のことはよく覚えていない。彼女がどうしても江藤さんと話してみたいって聞かなくてね。だって同じ部署の方でとっても優秀だって言うから。同じ女性としてすごいじゃない。そんなことは。お二人って。
付き合ってるんです。彼から誘ってくれたんですけど、前から憧れてて、ね。結局、仕事でどれだけ主任と長い時間一緒にいても、女の対象にはなれなかった。ちっぽけな私の誇りなんて、粉々に砕け散っちゃった。泣くもんか。じゃあマスター、また寄るわ。ありがとうございました。選びに選んだワンピース、いつもより高い慣れないヒール、こんな惨めな姿、全部脱ぎ捨ててしまいたかった。